知花園子のハピスマアフタヌーン。時計の針は12時を回りました。 FM 小座沖の皆さん、こんにちは。毎週月曜日のお昼12時、知花園子のハピスマアフタヌーンスタートいたしますよ。今週も皆さん元気にハッスルしましょうね。なんか今日朝寒かったんですよ。まあこの寒さにも負けずに会社には来てるんですけどもね、やっぱりスタジオの中も、スタジオ、あの事務所の中も結構寒くてね、あの指先がちょっと冷たかったんですけども、今はちょっとポッカポカになりましたその理由は後で紹介しますからね、皆さん楽しみに待っててください。今日ゲストの方いらっしゃいますよ。それも私好みのゲストでございますのでね、皆さんには喜んでもらえるかな、どうかな、まあ実はお酒のお話なんですけどもね、楽しみにしててください。さあ本日2月の9日となってますね。2月に入り、もう10日が過ぎようとしております。皆さんね、あっという間毎日過ごされてるかと思いますが、一日一日大切にしていきましょうね。さあまず先にお天気からお伝えしていきましょう。沖縄気象台の発表なんですけどもね、まず天気概況なんですが、沖縄地方、大陸の高気圧の張り出しに伴う寒気の影響で曇っており、弱い雨の降っているところもありますということなんですが、私朝会社に通勤する際ですね、読谷なんですけどもね、読谷嘉手納エリア結構な雨降ってたんですよ。まあその雨雲が北風に追っかけられて沖縄市あたりまで来ましたね。今このスタジオのある中央パークアベニュー入り口なんですが、雨は落ちてないんですが、まあ時間帯によってはところどころね、パラパラっと降ってました。皆さんのところいかがでしょうか。まあ今日のね、本当中南部地方の天気は曇りとはなっておりますが、この後の降水確率、夕方6時までは 30% です。そして夕方6時から深夜12時にかけては 20% ということになってます。ちょっとね、パラパラという通り雨はありそうですね。そして気になる日中の最高気温がなんと14度ですよ。皆さん寒いです。沖縄にしては結構ひんやりとしてますね。あの暖かく格好してお出かけなさってください。今日私もさすがにね、コートも持ち、ストールも持っております。この暑がりの私でさえもちょっと寒いかなと感じてます。その理由がやっぱり北の風なんですね。北の風やや強くと出ております。まあ外に立ってると風がね結構強かったんでね、その影響で体感温度は多分 12、3 度ぐらいまで落ちてるんじゃないかなと思っております。波の高さ5メートルのち4メートル、うねりを伴うでしょう。そして沖縄本島地方の沿岸の海域はうねりを伴いしけております。海上や海岸付近では高波に十分注意してください。また本島中南部北部では空気が乾燥する見込みです。火の元、火の取り扱いには十分ご注意くださいということでね、皆さん今日はちょっとね乾燥気味でございますのでね、お出かけする際はあったかい格好をして、まあ室内においては加湿などなさった方がよろしいかと思います。こうやって風邪をひく人が結構出てくるんですね。うちのスタジオはスタッフにもおりますのでね、皆さんぜひお気をつけください。以上、本日のお天気をお伝えいたしました。さあそして主報日、毎週ねリスナープレゼントをご用意しております。先週ね、まず当選者の発表していきましょう。先週1週目の主報日リスナープレゼントはカフェヒカルさんのペアランチ券一組様でございました。そしてご当選なさったのはなんとこの方、やっとでしたね、当たりました。今日も、阿弥陀くじをさせていただきましたよ。リスナーのラジオネームタカさんでございます。おめでとうございます。何度か送っていただいた中でね、なかなか当たらなかったんですけども、タカさん今回お見事でございましたね。お時間があるときに取りに来てください。また私の方から後ほどご連絡差し上げますので、よろしくお願いいたします。さあそして今週2週目のリスナープレゼントなんですけどもね、北中グスク村島袋にございます、お食事処桃庵さんのペア食事券を一組様ご用意しております。こちらはですね、日本そば、そして日本天ぷらがおすすめのお店となっております。さらにね、私個人的に好きなのがアグー豚ね、アグー豚の天ぷらが食べられるところなんですね。ちょっと沖縄天ぷらとはちょっと違ってね、こう衣がさっぱりとした天ぷらでいただけますのでね、どのメニューを選んでも無料となって
ておりますこのペア食事券でございますね。行ってみたいな、まあ行ったことあるけどまた食べたいなという方、ぜひね、リスナープレゼントご応募いただきたいと思います。メールアドレスが 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp となっております。よろしくお願いします。必ず懸命にリスナープレゼントって書いてください。見落としちゃうかもしれません。そして本文にはお名前とご連絡先を必ず書いてください。そうしないとね、連絡取れなくって誰にも送れなくなっちゃう、渡せなくなっちゃいますから、よろしくお願いいたします。そしてラジオも流れてますが、こちらインターネットで動画の方も配信しております。ユーストリームとツイキャス合わせて配信しております。ツイキャスの方で福田さん入ってますね。こんにちは、ハッスルハッスルということで、まあ福田さん東京都の大田区曇り空ということですね。全国的に今日はねあいにくの天気みたいですね。暖かくなさってください。さあそしてこれは栃木のイーサーさんですね。その他おはようということで、もうこんにちはの時間になってきましたね。まああっという間に午前中も過ぎ去りましたけども、午後もね皆さんが楽しい話題を与えられるように、私もね今ゲストの方もお待ちいただいてますのでね、楽しみにしててください。さあそして毎回恒例の二者択一なんですけどもね、まあ今週末土曜日バレンタインデーでございます。2月14日バレンタインね。えもう最近はほら、あの女性がさ男性にあげるというよりは誰かで構わずあげるような感覚ありますね。また自分のためのご褒美チョコなんていうのもありますけどもね。さあこのバレンタイン、皆さんにご質問です。バレンタインデー2月14日土曜日、予定ありますか、ありませんか、どちらでしょうか。この質問にね答えてください。ツイキャスのコメント欄でも構いません、ユーストリームの方でも構いません。さらにメールいただけると嬉しいかなと思ってますのでね、先ほどのメールアドレスまでお寄せください。よろしくお願いいたします。さあゲストを登場する前にですね、本日のオープニングナンバーお届けしたいと思います。結構ロレス回ってないかあるのはね、後で紹介しますねさあ本日のオープニングナンバーをお届けいたしましょう。グローバーワシントンのワインライト。大丈夫ですか、浜さん。緊張してます。緊張しないでいいですからね。あまり慣れない場所なのでドキドキ。大丈夫ですよ。今日はワインの紹介します。皆さんぜひ楽しんでください。私もうすでにグラスで言うと2杯ぐらい飲んでますかね。はい、はいいい感じで、もう酔っ払いですよ。この時期、この時期、この時期、すでにね、ワイン2杯ぐらいね。はい、めぐみかんです。もうやばいですか。あ、はい、お願いします。ちょっと上げてもらっていいですか。これヘッドホンは？あ、いや、お好きで。いいですよ。自由に。で、ワインとかなんか持ってきます。そうですね。いいですね。こういう感じで。その子さんも持つワイン。大丈夫です。ぜひ。いく？よー、はい、チーズ。はい、OK です。目がワインになってる？目がもうワインに入ってる。はぁ、みたいな。実はワインしか見てないみたいな。ワイン大好きなんです。ちょっと、じゃあ、ボトル1本だけ、ちょっとね、取ってください。どうぞどうぞ。ありがとうございます。結構飲みましたね。そうですね、ぜひお気に入りしたものも、はい、ありがとうございます。はい、私がもう気に入ったワインがこれでした。フランスのプリマヌキ。はい、フランスプリマナチュールというね、これは無添加のワインですね。です、はい、フランスワインですね。すごい美味しかったんですよ。福田さん美味しそうって。これね、東京でも買えますよ。ただあの一般小売りでは手に入らない代物なんですね。白物なんでこれあの後ほどちょっと聞いてみてください。そして気になったらお問い合わせいただきたいと思います。これおいくらぐらいでしょう。あ、これ1本あたり2012円ぐらいですね。そうですね、2000ちょっとなんで安いですよ、はい、じゃあちょっと置いてみますね。インターネットご覧の方こちらです。はい、外から見てるんだけど、なんでお酒持ってるって言うのどうしようすいません、飲みながら喋ってますよ。はい、それからじゃあ自己紹介に。はい、わかりました、はい、よろしくお
お願いします。緊張してるんですね。やっぱりあのなんか芸能人になったような気持ちで、もちろんなんかドキドキしてます。あの動画も残りますので YouTube に上がりますので。そうなんですか、はい、ぜひちょっと見てみます。もうすごいドアップですよ今。そうなんですか、はい、やばい。ラメージは見れたらいいかもしれない。あ、そうなんだ。自分の顔は見たくないな。イケメンさんだから大丈夫です。おじさんですよ。果たしてイケメンに限るですよ。イケメンに限る。すいません。イケメンに前に今日はもうラッキーですね。ねえ、テンション上がる。なんかすごいですね。でもドキドキします、やっぱり。あ、そう。いや、あの大丈夫ですよ。マイクはあるし、カメラはあるし、自分で言っときながらもドキドキしてます。でもいいチャレンジですよ、これは。とよみさんはカメラはなかった。あ、カメラはなかったです。ですよね、これね。でもドキドキは一応しましたね、やっぱり。慣れないこんなスタジオとか、やっぱりドキドキしますね。本当？何？あ、いってらっしゃい。そうなんですよね。マイクがあるっていうのは特にドキドキします、ね。かなり近づいて喋ってくださいね。結構あるマイクを近づいて。ありがとうございます。何かイベントものとかあってまたお声掛けいただければ、はい、はい、ありがとうございます。なんかワインの番組とかあったら面白いだろうね。ああ、もうその子さんかぶり付きでしょ、ね。あのこのワインの銘柄でこういうのでこうなってなんかちょっとアドバイスがある。30分とかね、ワインアドバイザーそういった時はぜひあの試飲していただきますので、ね、お味の方もできたらいいね。こういうのが夢だね、その子さん。私パラ毎週なんか楽しみになっちゃうね。そうなるとね、今こんな感じで、あのこれは再生したら動画が落ちるんですけど、はい、今ちょっとあの裏でこういう風にして、ね、お浜さんとその子さんと。すごい。あのスイキャスもその子さんが今見てるパソコンなんですけど、このこんなとコメントが美味しそうとか、今日はまさにその子のっていう風な感じでコメントが来てるので、面白いですね。そうそうそう。で、リスナーさんが結構あのコメントくれるんで、メールよりすごく簡単に書いてもらえるんで、うん、いいですねこれ。本当だ。そうだね、私は酒の女ですからね。FM講座宴会部長なんです。本当だ、映ってる。面白いですね。面白いですか。すごい映ってる。喜んでもらえて光栄です。こうやって映ってるんですよ。すごい。もうこんなに喜んでる人は久しぶりに見ました。もうドキドキも しまくりで、全然ドキドキしちゃダメですよ。もう誰も聞いてないと思って喋ってください。わかりました、はい、すごい。もうこれが一番美味しかったな、私。ありがとうございます、うん、美味しかった。もう作り手としては嬉しいです。あ、本当？やっぱり一生懸命作ってますんで。うん、そうでしょうね、はい。私基本的にフランスワインなんですよ、いつも飲むのが。そうなんですか。うん、ボルドーが好きで飲んでるんですけど、でも結構なんアルゼンチンでしたね。あ、アルゼンチンの、そうですね。あれも結構良かったですね。パスカルと、うん、ありがとうございます、うん、美味しかった。ぜひよろしくお願いします。大変だ。千葉なその子のハピスマフタヌー、皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレスが 761@fmkoza.jp となっています。さあ、この後 CM を挟んでゲストの方、ワインの大人な雰囲気を楽しんでいただきたいと思いますよ。
飲んじゃったんですよ。大間さんに飲め飲めって言われてね。違う違う。大間さんも空港にいらしたんですか。はい、いました。あ、そうなんだ。はい、3人ぐらい男性がしっかりとしたスーツで、はいはい、あ、飲めなかったんですけどね。あ、そうですか。ちょっと見ただけで、私も急いでたんで。いや、でもあれですね、何かの縁かもしれないです ね、 これ。あのロゴがね、どうも目に留まってたんですよ。これです、ね、そうそうそう、どこなんだろうと思ってずっと見てたんですよ。よろしくお願いします。すごい、ね、ヒーローと。なんだろうこの引き寄せ、怖い。怖いな。本当だよ、空港で見たばっかだもんね。ワインは呼んじゃったよ、ワインを。じゃあ今後もあちこち出る予定ですか。あ、そうですね、あのもちろん OK が出ればもうどこでも行きます。絶対やった方がいいですよ。ワインって結構ね、皆さんあの敷居が高いですよね。あ、そうですね、味がわからないからとか言って、はい、なのでぜひ一度あの試飲してもらえれば、ね、あの楽しんでいただけると思うんですけど、ちょっと前まではほらあのちょっとなんだろう、気取っちゃってみたいな、あ、はいはい、ワイン飲む人言われたんですけど、今はねもう全然だいぶ市民権得てきたんで。まなくですね、うん、あ、ニコニコしてますよ、はい、ワインのせいです本当に。ワインのせいですよ、本当。これやばいですよ。知花園子のハピスマアフタヌーン。お届けしております知花園子のハピスマアフタヌーン。今日は私が大好きなワインの話をします。さあ早速ゲストこの方登場いただきましょう。自己紹介お願いします。はい、私ワインメーカーでピーロートジャパンの大浜博明と申します。はい、よろしくお願いいたします。はい、大浜さんようこそ FM 講座へ。はい、今日は初登場ですね。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、今日はですねちょっと不思議なご縁で、あのたまたまお電話をねいただいて、はい、大浜さん勇気を出してラジオに出ようと、はい、いうことで、はい、あの自社ワインを PR したいという話をいただきまして、はい、まあ、曲としてはですねワイン好きは私なんですよ。知花園子イコールワインなんですね。それで私の番組にどうかということでいただいたんですけども、もう大浜さん来るのをね、もうその話が決まった瞬間から待ちに待ってました。ありがとうございます。もう嬉しいです。でもドキドキしてます。いや、ドキドキする必要ないですよ。本当にね、あの試飲ができるということを最初に聞かされてしまいまして、はい、わっ、これは飲むしかないなと。あ、はい、ぜひ。ということで先ほど打ち合わせの間に飲ませていただいたんですけどもね、はいはい、このピーロートジャパンさんっていうのが、はい、沖縄に事業所ができてまだ1年目です。1年目、はい、ということなので、まだねちょっと知名度がどうかなっていうところあるんですけども、はい、まあどのような会社なのかっていうのをご説明いただきましょうかね。はい、うん、ありがとうございます。私どもの会社なんですけど、ドイツの方でワインを生産して450年の歴史があります。で日本の方も、東京法人の方で45年間営業させていただいており、うん、北は札幌から、南は、那覇ですね、私がいるところまで、営業展開をさせていただいております。はい、で主にお客様に、あの試飲していただいて、それで、まあ、お気に召したものを、まあ、ダース隊で直接港の方からお届けするという、うん、まあ、ワインのサービスを行わせていただいております。はい、ありがとうございます。あの試飲ができるっていうのが一番いいですね。はい、やっぱりあのお口に入るものなので、うん、やっぱりあの好きとか好みの問題も出てくると思うので、うん、私はフルーティーなものがいいとか、はい、私はやっぱりちょっと渋いものがいいとか、うん、いろいろあると思うので、はい、楽しんでいただいてセレクトしていただければなと思っております。そうですね、あの本当に今でこそこうワインは市場によく見かけるようになったんですけども、はい、本当に何年ぐらい、10年ぐらい前だと沖縄ではまだワインっていうのはこう皆さんが飲んでるイメージではないですからね。そうですね、やっぱりあのなかなかないと思うんですが、うん、結構やっぱり沖縄の人ってお酒、そうなんですよね、お酒に関してやっぱりこの馴染みが深い部分があると思うので、うん、やっぱりあのビール、
焼酎島と、ね、はい、来た後に、まあ、ワインも仲間に入れていただけますかということで楽しんでいただいております。そうですね、もう今私の中ではワインがメインなんですけどね。本当にまあ、私はいつもフランスワインを飲ませていただいてるんですけども、ピーロートさんの、まあ、メインとなるこうお酒っていうのはドイツ、そうですね、になるんですね、はい、やはりドイツの方で生産して450年間になりますので、うん、ちょっとインターネットの方は映ってる方もいますけど、ね、そうですね、このピーロートの刻みがあるボトルですね、うん、そちらがまあメインにはなります、うん、ただやっぱり世界各国にも子会社がございますので、はい、世界各国のワイン、取り扱っております。うんね、こういうふうにいろんな国の、私も今私が持っているものはフランスのワインなんですけどもね、はい、一番似合ってるな私ね、このボトルな。ビールとかじゃなくてこのワインボトルが似合う女なんですけどもね。似合ってます。ありがとうございます。大間さん、これね本当に私はもうこの今7種類でしたっけね、はい、はい、7銘柄ちょっと試飲させていただいたんですけども、その中でもやっぱり好みっていうのがね、はい、スタッフの森とめぐみちゃんも一緒に飲んだんですが、やっぱり私とめぐみちゃんでは違ってましたね、好みがね全く違うということで、この試飲ができるっていうのがやっぱり私は一番理想だなと思っております、はい、その中で気に入ったものを、まあ、ダース内、はい、もしくはハンダースそうですね、っていう形でご提供いただけるということなんです。ただ普通ね、こう外国のワインとかお酒を、はい、まあ、買うにしろ、まあ、輸入にするにしろ、はい、なんだかんだとこう中間マージンというのが発生してくるんですよね、はい、発生してくるんですよね、うん、なのでうちは一切卸とかにも出してないですし、うん、その分お客様にお手頃な価格で品質がいいものをお届けできると、うんうん、そこは、まあ、自負しております。ねえ、そうなんですよね、本当に中間マージンがない分価格もだいぶ抑えていただいて、はい、まあ、手元に早く届くということですよね。そうです、うん、それともう一点、はい、うちで独占販売してるっていうのが一番のやっぱメリットなので、そっか、普通の店頭とかでは絶対に手に入りません、うん、そうですね、はい、本当ですよ、私も見たことのない銘柄が結構あるので、はい、全部見たことないですね、はい、はい、なのであっと思ったんですけども、こう試飲してるうちにね、はい、あれでもどっかで見たなと、はい、本気で何かどこかでこのラベルっていうか見たぞと思った時フラッシュバックがありまして、那覇空港、はい、空港の方でイベントをしておりました。そうなんですよ、あれもね私もたまたま飛行機の時間が迫ってたんでこう飲めなかったんですけども、すごく目に留まったブースだったんですよね、はい、なのでこうなんだろうね、普通の市販されてるワインではないというこの雰囲気が十分にこう出てたんですよ、はい、ありがとうございます。で試飲を皆さんどうぞということで、なんか普通ね試飲させてもらえるなんてそうそうないもんですから、はい、あこういうシステムがあるんだと思って、たまたま今大浜さんがこの FM 講座に来てしまったと、はい、偶然ですね、本当に今日聞いて私もびっくりしてます。私もびっくりしましたよ、よくも私覚えてたなと思ったんですけどね。脳裏に焼き付いたなと、もこの、ボトルのイメージがねあったんですけども、やはりこう試飲会っていうのはあちこちでなさってるんですか？あまりあちこちでやってるわけではなくて、うん、空港メインに行わせていただいており、うん、はい、年に2回から3回ぐらいは行わせていただいております。そうなんですね、はい、まあだからあの時は年末ぐらいでしたかね、はい、うん、なのでこうちょうどその時期だったらお正月のお塗装代わりにワインとか、はい、 そうです、はい、そういう形でイベントに使えるこうワインとの提供という形ですよね。さようでございます。うん、させていただいているということなんですが、もしもねこう今私たち FM 講座で試飲をしました、はい、こういう形で個人ターゲットでも試飲というのはできるんですか？大丈夫です、うん、もちろんお一人様でも楽しんではいただけますが、はい、やはりお酒っていうのは皆さんで楽しんでいただくって方が多いと思いますので、うん、例えば沖縄で言いますとモアイの席に呼んでいただいたりとかですね、はいはいはい、あるいはまあ、バレンタインとか、うん、近いとひな祭りとかですね、うん、何かそういったイベントごとに読んでいただいて楽しんでいただければとは思っております、うん、あそうなんですね、はい、じゃあどなたでも試飲ができると、はい、ただ20歳以上の方にもちろんですね。もうこれはもう限定、もう見た目若いんだったらもう身分証明書の提出を、はい、余儀なくされるわけなんですけども、はい、まあじゃあご自宅でも、はい、職場でも大丈夫です。お会い仲間のところでもお伺いすると、はい、大浜さんが大丈夫です。今日も結構な荷物でしたけどね。あ、いえ、もうそれで私体も鍛えてまいりますので一石二鳥でございます。じゃあぜひ気になる方ね、お問い合わせいただきたいんですけども、はい、もしこう試飲会をやりたいなという方はどちらに連絡すればよろしいでしょうか？そうですね、うん、私どもピーロートジャパンの営業所があります、はい、まず私営業させていただいておりますので、私の携帯電話の方から皆様に申し上げたいと思います、はい、
すいません、メモの用意はよろしいでしょうか。 OK 080-85-86-44-48 080-85-86-44-48、はい、ピーロートの大浜までお願いいたします。はい、よろしくお願いします、はい、これ後でフェイスブックにも書き出しておきますからね。 ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。あの事務所の連絡先もいただいておきましょうかね。 ありがとうございます、はい、事務所の方は、943-3259 943-3259 です。はい、こちらまでお問い合わせいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まあ、結構皆さん出回ってるからね、はい、事務所が留守番電話になってる可能性も結構ありますね。あるんですよね、はい、なのでそういう時はもう直接大浜さんの携帯番号にご連絡いただいて、はい、まあ、日時と場所さえを ね、はい、ちょっと言っていただければ、まあ、調整して行えると、はい、いうことになりますのでね、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、まあ、そこで気に入っていただければね、もうあの買っていただくだけの話なので。そうです。でワインなんてね、コルク開けなければ普通に寝かせて、はい、コルクが湿らないようにね、はい、寝かせて冷蔵していただければ長いこと持ちますからね。そうですね、最低でも7年は持つって言われてるので、うん、わおね、で結構やっぱり、年代物になってくると価格が上がってくるものも、はい、まあ、多分ご存知だと思うんですけど、そうですね、うん、あるので、うん、まあ、例えば今買って5年後に飲もうとか楽しみにされてる方も結構いらっしゃいます、ね、そうですよね。またほら、今年、まあ、去年とかお子さんが生まれた方、はい、その年代、同じ年代のものをケース買いしておくと、はい、またこれがね、はい、毎年の楽しみになったりとかできますので、はいはい、そういうあのギフトといいますか、記念に飲むワインっていうものでもね、はい、扱っていただけるといいかな、ね、はい、私誕生年のワインを1本ずっと寝かせてるんですよ。あ、すごい。これが楽しみでね、いつ飲もうかって言ってタイミング逃してるんですけど。ああ、なるほど。多分還暦とかそのあたり飲もうかなと思ってますけどもね。楽しみですね。でもそれはそうなんですよ。1971年のワインをねちょっと置いてるんですけども、これもね、私もワインセラーが壊れて、はい、あの今いや、あのチルド室のようなこういうところで寝かしてるんですけどもね、はい、それでうまくいけばいいなと思ってるんですが、はい、でも大体ね7年ぐらいはこの冷蔵庫でも保管できますのでね、はい、ぜひ皆さん、あのケース買いというと12本でね多いかなと思うんですが、今私がこう試飲した中で1本あの紹介いただきたいんですけども、フランスのワインでプリマナチュール、はい、こちら私すごくタンニンが効いてて美味しいなと思ったんですが、これ1本結構お安いですね。そうですね、2100円ぐらいですので、うん、そうなんですよ、はい、2100円ぐらいなんで、まあ1ケースだったら1万なんだ2000円ですので2万円ぐらいですかね。 2万ちょっとですね、はい、はい、2万4000円かで、これがハンダース、はい、ね、6本ケースになる ともう1万3000、まあ、4000円ぐらいになりますね。それぐらいで6本だから、あ、でも私だったら3ヶ月ぐらいかなどうなんだろうね。でも1ヶ月1本だとね、はい、あの何かの記念日とかいいですよね。あの結構自分のためにとか、うん、あるいはご夫婦で楽しむためとか、あ、いいですね、友達のためとかですね。あ、そうですよね、はい、贈り物としてもね、はい、いいですもんね。例えばまあ6本のうちの2本は自分用で、うん、2本はやっぱりご家族用、うん、で2本はお友達用とか分けられてる方も結構いらっしゃって、いるんだ、こういう使い方をね、はい、うまくなさってると、はい、いうことで、まあ、もうあの1つの銘柄を6本単位っていう形になるんですけども、場合によっては6本6本で2銘柄を買うこともできる、可能です、いうことなのでね、ぜひこういうね、あのワインの買い方っていうものがあるというのを皆さんにもね知っていただきたいなと思います。ちなみに大山さん、ワインはお好きなんですか？はい、私は一応白の方が好きなんですけど、うん、赤もあの結構たしなんであります。あ、そうなんですね、はい、あの大浜さんのワインの楽しみ方ってどういう時ですか？そうですね、やっぱりあの仕事で、まあ、終わってやっぱりゆっくりしたい時に、うん、まあ、自宅で一人で飲んだりとか。あ、分かります。そうですね、あと友達とやっぱり飲むと楽しいので、うん、気心の知れた友達とかとやっぱ飲むのは楽しいです ね。そうですね、私も一人で飲むと一本開けちゃうんですよ。あ、すごいだからなんかやばいんですよね、あの息子にもうお母さん半分ぐらいにしなとか言われるのが結構あるんですけども、みんなでいたらね一本なんてあっという間なんでね、はい、これ6本12本買っててもすぐだなと思うんですけどもね、ぜひ。私はね、あれだな、まあね、今イミッチャおじさんも書いてますが、バレンタインにいいかもと。あ、そうですね、いうことでね、はい、あの最近ほらなんだ、義理チョコとか友チョコとか自分チョコっていうのがあるじゃないですか。
そういうのでね使うのもワインもありですよね。結構多いですね、はい、ワインとチョコをセットにしてるとかね。あ、そういう方も結構いらっしゃいます。だってチョコ合いますもんね。合いますね、ワインね。合います、美味しいですよね美味しいですね。チーズも合いますね。合いますね。昨日たまたまヤギのチーズもらったんですよ私。あ、持ってくればよかったですね。あ、合いますね今日飲んだものともうこんだけもう飲んじゃったからな私ね。この後多分8時ぐらいまで運転できないなと思うんですけどもでもあの本当に気になる方はお問い合わせいただきたいと思います。はい、はい、ごめんなさいね、はい、大浜さんの連絡先もう一度お伝えいたしましょう。携帯番号になります。 080-8586-4448 080-8586-4448 番となっております。ピーロートジャパンの大浜さんまでお問い合わせください。はい、まあお時間あっという間でしたが、大浜さんいかがでしたラジオ。あ、やっぱりあの芸能人になったような気持ちでちょっと緊張してドキドキしてマジっすか。はい、やっぱりあのこのガラス張りのこの世界っていうのでいいでしょ。はい、みんな見ていくんですよ、ね、ここ楽しそうですね本当に、うん、でワインのボトル持ってからすごい振り返られましたね。あ、そうですね、私ね、顔ってはって顔してました、ね、確かに飲みながら喋ってるんですよみたいなすごいですよね、まあ、こういうこともありということで、はい、また機会があればぜひ、はいはい、出ていただきたいと思います。よろしくお願いします。どうも本日はありがとうございました、はい、こちらの奥さんありがとうございました。はい、さあここでもう一曲お届けいたしましょう。ジュリーロンドンの The Day of Wine and Roses。ありがとうございました。緊張しました。緊張しました、はい、やっぱりドキドキします。大浜さん飲めないんですもんね。はい、そうですね、飲めないので飲んだらね、だんだんにできると思って。ありがとうございます。すごいねこれ。でも、もう一回なんかタイミングあったらぜひぜひ、うん、出てください。ありがとうございます。今日はちょっとうちの、局長がいないんで、はい、たまたま出ちゃったんで局長にも紹介したいんで、ぜひよろしくお願いします。電話で話した山内なんですけど、ね、あ、はい、うん、ありがとうございました。ありがとうございます。ワインちょっと出してもいいですか。いいですよ、はい、美味しかったワイン美味しかったよワイン。バレンタインデーでいいかもね、はい、ちょっとね7本ぐらい持ってきてもらって、ドイツの赤あの白とかね、甘いのあのあれでしたね、赤でもすごいブドウ酒みたいなのありますね。はい、あります、あります。うん、私甘いのちょっと苦手だったんです。やっぱりそれぞれ、ね、好みがありますが、じゃあおかけになりますか。あ、はい、ね、せっかくなんで、あ、ぜひ一緒に移りたかったんですけど。はいはい、すいません、わがまま言って、うん、ありがとうございます。はい、私はもうワイン上部お菓子が立ちますので。いやいやいや、座ってください。ゲストの方が座ってください。ありがとうございます。写真、はい、お願いしていいですか。はい、すいません、はい、あの普通に押すだけで。じゃあ一緒に、ね、じゃあお気に召したワインを手に、はい、美味しかった。はい、よかったです。はい、いきます。はい、チーズ映ってるかな。大丈夫どうですか、ね、あ、ただその子さん目つぶってる。あ、もう一枚お願いします。はい、いきます。はい、いきます。はい、チーズ大丈夫、目閉じてないいけるね。あ、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。これ美味しかったよちょこっとだったら大丈夫。ちょこっとだけでしたら、あの、ご無理なさらない程度でしたらできますよ。じゃあちょっと、はい、あの外をちょっと出ますね、はい、ぬるくなってないかな、ちょっと出しっぱなしでも赤だったらぬるくてもいいですあ、美味しかった、めっちゃ美味しかった。ぜひまた声かけてもいつでも来ますんで、ね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます本当にでもワイン好きなんですね。あ、大好きです。もう顔になんかすごいワインってやばいですありがとうございました。ありがとうございました。
のピザ食べるといいですね、最高ですね、ありがとうございます。もうわっぽいって感じ、大好きですワイン、本当にやばしね、グラス2杯分ぐらい飲みましたね、顔出てって言われました、いさっさそんな出てますから私ね、もうニコニコしてましたよ今日、美味しかった、美味しかったです、ワイン最高でした最高でしたね、びっくりだな、でも飲んでてフラッシュバックしてきたんですよ、あれどっかで見たな、この銘柄みたいな、すごいね、私食い物に関しての記憶力はすごいね。知花園子のハピスマアフタヌーン、しております、千葉のその子のハピスマアフタヌーン、今日ワイン飲みながらの番組となってしまいましたので、ろれつが回らないかもしれません美味しかった、本当に7銘柄ドイツの白でちょっとグレードの上がった白を飲んだんですが、やっぱりドイツは甘いんですよねワインって、なのでちょっと甘いの苦手だなっていうことを話しましたら、あのフランスの、無添加のね防腐剤とか結構ワインって入ってるんですね、それが入ってないワインありますよっていうことで飲んだんですが、これドンピシャで、先ほどもあの画面にねユーストリームツイキャスの方には画面で出したんですけども、これがまた美味しくて2000円ぐらい、ボトル2000円ぐらいということなんでバッチリですね、私好みだったんですが、皆さんワイン好きどうですか、普段飲まれますかね、あ聞けばよかった、これ二者択一にすればよかったね、ワイン飲みますか飲みませんかみたいな、私は土曜日にもちょっとワインをねあの FM 小座のガールズ会で飲ませていただいたんですが、やっぱりグラスワインはね所詮こう知れてる味なんですけども、今日のこのワインたちは本当に美味しかったですね、ドイツ、フランス、ポルトガル、あともう一箇所、あポルトガル、アルゼンチンという銘柄でいろいろいただいたんですけどもね、やっぱりさっき飲んだカベルネソーヴィニョン 100% っていうのはすごい良かったですねしつこいぐらい言いますけどもね、はい、あのバレンタイン私も受け付けてますので、ワインの方でいいです、チョコはいりませんもうおねだりしちゃってるしね、はい、さあメッセージ来てますよ、ありがとうございます、紹介していきましょうね、天然ボケさんですねはははその子さん久しぶりにメッセージ送ります、元気にしてましたか、相変わらず引きこもりしてますと、元気だよ、そっちは元気、引きこもりでも元気であればそれでいいんだよ、朝も早見さんが風邪ひいたみたいで気をつけてよ、その子さん自分ずっと自宅にいてネタがないということなんですが、でもね昼間からワインなんて贅沢、ワインあまり飲んだことがなくて恥ずかしいなと、いやいやいや、あの好みですからねお酒ね、天然ボケさん何飲むんだろう、ビールかな島かな、私はですね島が苦手なんですよ、島酒が結構なので、あのワインかビールかって感じなんですが、まあ自宅には常にワインありますけどねでも最近自宅で家飲み、ちょっと抑え気味でやってますんで大丈夫かなと思うんですが、あの外で飲むワインはやっぱうまいっすね、はい、あのこの雰囲気とかね、雰囲気とか、あとこのおつまみでだいぶ変わりますよね、美味しいワインいっぱい飲みたいっすねさあそしてバレンタインデーの予定ありますかないですかっていう今日の二者択一に対して、イサさん大好きなイサさんからメールが来た、やった全くと言っていいほど予定はありません、泣きと、あら、そうなんですか、奥様とデートなんていかがでしょうか、バレンタインデーというフレーズはもう数十年聞いても何事もなく過ごしてますね、うん、10代20代の頃の淡い思い出も思い出されないほど過去のものになってしまってます、別にチョコレートなんて欲しくないんだからって、別にってそれ強がりでしょチョコレート工場の直売所で羽出しのお得用チョコを買って競って食べてるなんて大きな声では言えないんだからって食べてるんだチョコ好きなんだイーサーさん、うん、
こんな寂しい40代のおじさんに今回の質問はごめんダメだった。そうだよねそれより今日のワイン特集はその他のための特集じゃないですか。オープニング前から2杯とか、ほろ酔いのその他で番組が盛り上がるの期待してますよ。ワインに合うおつまみや意外にこんなもの合いますよみたいなものがあったら教えてくださいと。はい、曲はねリクエスト来てますね。国生さゆりさんのバレンタインキスでしょうねということで、後ほどおかけしましょうね。ありがとうございます。予定ないんですか。じゃあ一緒にちょっと飲みに行きますか、ワインでもみたいなね。近かったらね、なんかバレンタインデーオフ会みたいなのあってもよろしかったでしょうねさあそして今度はこちらアグーのママさんですね。ありがとうございます。その子さんこんにちは、アグーのママです。先日ヤクルトレディの面接を受けて見事採用になりました。あ、おめでとうございます。よかったね、ヤクルトレディになるんですね。はい、今月末主報日リスナープレゼントでいただいたレストラン待機のランチ券でお祝いする予定です。ありがとうございましたということですね。よかったね。まあ仕事するっていうのもまた新規って大変かと思いますが、頑張ってください。まあね、楽しく仕事できるのが一番理想ですからね、頑張ってくださいね。でもたまにはまた顔出してくださいね。ちょっと寂しくなりますね、忙しくなったらスタジオにも顔出せなくなっちゃうかな、はい、さあツイキャスの方も紹介していきましょうね。イーサーさん、話の最中目がハートになってるさーって、私ね、ワイン好きが顔に出てるってさっき大浜さんにも言われちゃいました。本当にね、あの川島直美さんが言ったじゃないですか、私の血はワインでできてるのよって。あの気持ちわかるんですよ本当にこんなこと言ったら私もすごいソムリエ資格とか持ってそうな感じで聞こえますが、全くそんなの持ってないですよ。ただ単純にお酒が好き、お酒の中でワインが好きっていうだけの話なんですけどもね。まあ毎日でも飲んでいたいですねワインね、はい飲みすぎやばいですね、はい、そしてイミッチャおじさんが、今日のその子さんデージいい顔してますってそうですか、はい、宣伝用の写真を今撮影したらいいんじゃないですかってね。私はモデルには起用されません。まあ43のおばさんですからねどんどんイーサーさんとか書いてきますね。この前聞いたのはワインに合わせるチーズもワインの産地と合わせたりするといいらしいですよって。ワインに合わせるチーズもね、そうなんですよね、そのご当地もの同士の組み合わせが一番理想だって言いますからね。まあなんですけど、私はあのポテチでも全然 OK ですイミチおじさんバレンタインは仕事ですねって。あーそっか、毎年この時期の貨物は皆様のチョコが多いですねって。あーあとジャニーズ事務所宛てのチョコがめちゃくちゃ多いですよってね。あれすごいみたいですね、バレンタインにこう送るファンの方々ね。私も送ってみたいでもジャニーズ誰に送っていいか分かんないから自分に送ろうかな今年も。まあご褒美チョコ、自分チョコかなっていう感じはしますけどもね、うん、はい。そして NUJJ さん、こんにちは、昼休み中ですということで、この時間帯はなかなかね、あのお忙しくて入ってこれないんですか、ありがたいですね。昼休み何食べてんだろう、まさかのチョコレートなわけないですね、はい。イーサーさんがトラックで何台分とかって本当なんですかねということで、これはあのあれですね、ジャニーズのチョコレートでしょうね。大変だよねあれ、どうするんでしょうね。どっか海外の支援とかに送ったらいいかもしれませんけどもね。あ、NUJJ さんがチョコどうぞということでありがとうございます、パックンとイーサさんもその他にということでチョコレートありがとうございます。チョコレートね大好きですよでもあんまり私はチョコレート食べないんですね実はね。スタジオ事務所のみんなとたまに本当に月に1回食べるかなぐらいですかね、はいまあそんな感じ。私はもうワインといったらもうチーズが一番やっぱり好きなんでね、そっちを選んでしまいますけども、はい。まあそんな感じでバレンタインデーどのようにね過ごす予定ありますかないですかということに対して、大体のリスナーさん年齢層高かったかな今日もうみんな大体既婚者でね、バレンタインなんてみたいなね。私もバレンタインデーの予定はないですからね外で笑ってるしバレンタインはやっぱりあれなのかな、若い子たちのイベントなんでしょうかね。まあ2月だったらこの年代豆まきで遊べという感じでしょうか
なんてことを言うんでしょうね。はい、まあそういう感じで、イーサーさんからのリクエストいただきましたので、こちら紹介しましょう。国生さゆり with おにゃんこクラブのバレンタインキッス。お届けしているナンバー、イーサーさんのリクエストでね、バレンタインキスということで、これね、私がまあ、中学校ぐらいかな、おにゃんこクラブがフィーバーしたのね。フィーバーだって。あの頃のバレンタインをちょっと今思い出してね、そういえばバレンタインデーにチョコレートも作り、その彼氏のためにね、手編みのセーターなんていうのもね、編みましたね。なんだろう、あの純粋さね、今はどこへ行ったやら。チョコレートなんて買って食べりゃいいじゃんとか、そういう風に単純に思ってますからね、手作りなんかやらなくなっちゃいましたね。はい、でもイーサーさんが欲しいということなので、まさかのカプサイシンチョコみたいなね唐辛子パンならぬ唐辛子チョコレート、でも実際あるんですよね、メーカーで、なんていうメーカーだったかな、チョコ、そこにあるんですよ、スイスのチョコレートで、はい、唐辛子入りのチョコレートが売られてるんですけどもね、それもなかなかおすすめではありますけどもね、はい、イーサーさん、自分も中学校の時に手作りマフラーもらったことあるなって、やっぱりね、バレンタインってそういうなんか手作りのものをもらった時期ってありましたよね、ちょっと懐かしいですねまあね、大人になればなるほどそういうのもなくなってきますけども、でもまあね、近いお友達とか、あと普段ねいつもお世話になってる先輩とか上司とか友人に、友達のね仲間にプレゼントするっていうのもね、いいかもしれませんね。やっぱり物をもらって嫌だというものはあまりないですからね。でもやっぱりあのチョコレートに一言こうカードがあるっていうのが私は好きですね。何かこういただき物をもらうときに、この一言メッセージカードがあるっていうのはすごく嬉しいのでね、あのギリチョコであれなんなりね、このバレンタインデーに送る方、ちょっと一言添えてあげた方がいいと思いますよ。さあ、もう時間いっぱいになってきたんですけどもね、残り5分ぐらいしかないんですが、先週1週間の振り返り、ドドドッといきましょうね、はい、先週2月2日月曜日なんですけども、東京駅の100周年の記念スイカ販売申し込みということで、3日まで受け付けるということだったんですけどもね、2月3日かな、
うん、それがなんと、まあ、その申し込みスタートした時点で170万人のご応募があったということで、最終的には310万枚って言ってましたね。びっくりですね。31倍ですよ。ありえませんね欲しい人いっぱいいるからね、しょうがない。そして火曜日、2月3日の火曜日は、これはね、地元沖縄の琉球でですね、バレンタインショコラガーデンが開催ということで、2月の14日まで開催しているということです。世界あちこちのチョコレートを食べることできますよ。買うことできますからね。プレゼント用にいかがでしょうか。はい、そして2月4日水曜日は、台湾の方で飛行機墜落事故がありました。ちょっと映像が衝撃的でしたけどもね、大変な惨事になってしまいました。そして2月5日木曜日、これもちょっと残念なニュースなんですが、和歌山県で小学校5年生の男児が刺され死亡するという痛ましい事件が起こってしまいました。さあ、そして金曜日、2月6日金曜日は、那覇石垣間にソラシドエアが参入するということで発表があり、それに伴いまして各航空会社が運賃の見直しを検討しているということです。どうなるんでしょう。ちょっと値上げの方向性が出てきているということなんですけどもね。さあ、そして2月7日この前の土曜日ですね、これも事件でした。渋谷のマンションに男性が立てこもった事件がございましたが、無事に逮捕されました。はい、そして昨日2月8日日曜日、沖縄だいぶ冷え込みましたね。全国的に冷え込んだと思うんですが、沖縄でなんと国頭村奥で 9.7 度という記録が出てますね。それも11時40分ぐらいの時間帯ということなので、朝の寒い時間帯ではないんですね。だからどれだけ寒かったってことですよね。昨日私もさすがに寒くてね、たまたま昨日友人がヤギのチーズをこう差し入れに持ってきてたんですね。夜9時ぐらいに外で立ち話しようもんなら、もうとんでもない凍え死にそうで、ものの5分でバイバイって返してしまいましたけどもね。このヤギのチーズさんとワインってどうなんだろうなって今ちょっと勝手に妄想してますけども、ヤギのチーズ結構匂い厳しいんですよね。好きな人いるんでしょうかさあ、そして最後に、メッセージ、天然ボケさん、うん、自分はね、よくカクテル 9% のレモン飲んでますと。ああ、缶のね、缶チューハイの。その子さん、中野町のガールズバーかぐや姫でいいのかな、女性も行きやすいよっていうこと、一緒に行こうってことですかね面白いね、中野町ね。私中野町で飲んだの去年のいつ以来かな、もうなかなか行ってないですけどねまたどっか出かけたいななんて思ったりもしました。ありがとうございます。まあ今回ね、二者択一ちょっとご回答少なかったんですけども、どちらかというと皆さん予定なし、ナッシングということでした。はい、ご苦労様でしたさあ、ツイキャスの方もコメントちょこちょこちょこ来てるんですけどもね、うん、イサさん、自分も中学校の時マフラーもらったなと。そうですね、はい、さらには子供がチョコをもらったりあげたりするのを見てるのが楽しみになってきたと。まあそういう年齢ですね、私たちはね。はい、イミチャおじさんもそうなのかな。今年は娘が彼氏のために作るチョコレートの材料を食べないようにします。去年ね、やっちゃったんですよね。冷蔵庫にある材料のチョコと知らず食べてしまい、娘にデージ怒られたということで。そりゃ怒るわなそりゃ怒るよ。気をつけてね、今年はないようにしてくださいありがとうございました。 NUJJ さんは、うち毎日のように東京駅利用してるけどカード興味ないと。うん、ミニチュアやペーパークラフトなら欲しいけどということですね。やっぱり趣味がそれぞれあるんでしょうね。またほら、限定とかに弱い人っていうのはね、限定されると余計に集まっちゃいますからね。だって100万枚って言って310万人募集ってどうですか100ね、びっくりですよね。これどうなるんでしょうね。今後もちょっと見ていきたいなと思いますけども。さあ、お送りしてまいりました2月9日千葉なその子のハピスマアフターの今日はこれまでとなります。番組前にちょっとワインを2杯ぐらい飲んじゃったんで、ろれつが回らない千葉なその子ではございましたが、お付き合いいただきましてありがとうございました。そして明日の週報日は石底真紀さんのユンタクランチボックスとなっておりますので、そちらもぜひご覧お聞きください。先週そういえば真紀さんとね、真紀さんの番組終わった後にカフェ光に2人でランチ行ったんです。その話ももしかしたら出るかもしれませんね。真紀さんとね、完全に主婦トークをしてまいりました。1時間半ぐらい
らいかな、すっごいいい時間過ごしたんでね、またマキさんとかね、主法日のメンバーとランチ行きたいななんて思いました。まあもちろんリスナーの皆さんともいつかそういうね場所を設けられたらいいななんてのも思っております。ぜひ皆さんこの後も FM 小山お楽しみください。さあ千葉のそのことはまた来週お会いいたしましょう。心惜しいけどそろそろお別れです。また来週ね、チャオ。ありがとうございました。 NJJ さんお腹いっぱいですか？ ね、 ね、スイカカード興味ないということで、まあね、興味ない人はやったら募集出さないことですよね。欲しい人にあげることが一番ですからね。はい、ランチタイム終了、お疲れ様でした。バイバイキュイン。お疲れ、もう冷めちゃったねワインね、あっという間だね。余韻楽しみたかったのにな。病気の予防。